どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回はモンストコラボの2キャラクター使っていきましょう。デッキこんな感じです。はい、今回はまずシラスの野手育成で使っていきたいと思います。と言いますのも、このルシファーがメインポジションが投手で、変化球と筋力練習のダブル得意練習。ということは、すなわち野手で使うとオール青骨になるんですよね。はい。かつ試合経験点ボーナスを45で持っていて、骨イベントボーナスも結構高めになっているっていうところで、多分シラスで野手で使う分にはね、かなり強いのかなと思います。はい、元々の野手能力かなり高めなんですが、もしねこれで赤骨青骨両方起こるのであれば結構辛いですが、オール青骨ということであればかなり使えるんじゃないかなと思います。はい、デッキは今回こんな感じです。まあ、フレンドワークに振袖雅をお借りしたこともあって、ルシファー、ガブリエルが両方ともね、はい、後イベなので、ちょっといつも使っている、例えば誰だろう。例えばで言うと、ノーミとか、雷は連れてこれていないんですが、まあ基本的には試合経験点で固めたというようなデッキですね。試合経験点もいいし、骨イベントボーナスも結構あるしっていうデッキだと思います。行きましょう。いや、いいっすね。ほんと、ルシファー、うん、ルシファーのシラス野手がちょっと期待ですね。頑張っていきましょう。両方とも僕初使用です。昨日、まあ、なので、ガチャ実装日の深夜にガチャ動画を撮って、そのままサクセスをやっていると、まあ、いうところですね。はい。まあ、今回はいろいろね、イベントとかも見て、まあ、その強さをね、見ていければいいかなと思っております。で、まあ、テーブルとかはね、見ての通り、ルシファーは、精神ボーナスを持っているとね、いうところですね。まあ、ただ、やる気で固有がついてて弱いわけがないというね、声が結構ね大きい感じですね、ルシファーに関しては。はい、よいしょ。そしてあいつが出てこないな、ガブリエルが出てこない。追わないといけないんですが、まあ今回はお守りも持ってきていますし、わ、かわいいな、ガブリエル、かわいいな、モンストでもかわいいのこの子。おお、そして自己紹介回復、なるほど。まあ知らせなので妄想を使えば間に合うでしょ。はい、一応イベントざっとは見てきたんですけど、まあ二人ともまあまあ強いのかなという感じはありました。で、特にこのガブリエルに関しては体力回復系の彼女ですね。例えばで言うとセッチャンとか、まああんな感じなのかなと、まあイベント見た感じは思いました。はい、経験点系の彼女ではないのかなっていうところですね。で、今回総力とあとは補給がかなり初期値低いです。こんな感じ。うん、ここでしょう。OK、ガブリエルがうまく終えましたね。ガブリエル。ガブちゃん。まあ、今後はそうですね、ガブルシって呼んでいきますか。ちょっとガブリエルは長いわ、さすがに。ガブルシと呼んでいきましょう。まあ、僕はモンストはやってないんでね。あんまりわかんないんですが、どうやらモンストをやってらっしゃる方曰くガブルシと訳すみたいなんで、そう呼んでいきましょうか。これはひたすら青骨を追っていきたいデッキなんですけど、今んとこ青骨が来ないな。昔なんかのサクセスをやってた時にも言ってたんですけど、この常に青骨になるやつはですね、はい、なるべくこういうなかなかね赤骨を青骨に変えていけないような段階で来るとより美味しいんですよね。捕獲来た、 OK、 早いですね。ガブリエル、告白。で、告白は1回ですよと。もちろん。で、これキャッチャーだとキャッチャー骨が来るみたいなんで、キャッチャー骨、特にシラスとかで来てくれれば、かなりありがたいですよね。はい。うん。今の経験点も結構悪くなかったし、野手であればインコース、投手であれば内角をくれるみたいなので、まあその辺も悪くないかなというところですね。告白イベントは結構いいという印象をとりあえず受けました。はい、今回これどうしようかな。回復したい場面でなければやっぱり経験点取ろうかな。筋力ポイント結構欲しいし。で、今回は筋力練習は、ダブルタックが一応狙えますね。45無理だな、補給が足りんな。ただ行こうかな。精神ポイントと敏捷ポイントが今回は辛くなってくると思います。うわ、矢部くんに負けた。ナギも出てこないし矢部くんにも負ける。うん、渋いな。
青骨がまだ1回も終えてないですね。ここまでルシファーの青骨が来てくれれば問題は解決するんですが、26、くそ、なかなか追えないな。ルシファーの青骨来ないな。しかもキャッチャー骨2回起こしてきやがった。これ26いけますね。 OK。 この辺が特にね来てほしいところではあるんですけどね。序盤10月ぐらいまでにいっぱいルシファーの青骨が来ると伸びると思います。うん、これはこっちでいいかな。経験点取りましょう。で、デートの体力回復量は毎回多いので、まあこれくらいのタイミングでデートができるとすごいハマってくるっていう感じでしょうね、おそらく。で、まあやる気回復も3回目以外はあるのか。なるほど、3回目以外はやる気回復もついてますよといった形みたいですね。さあ行きましょう。さあルシファーいっぱい青骨をくれ。まあただ骨イベント率アップはしないんでね、骨イベントボーナスは上がってるんですけど、まあその辺でしょうね。で今回は試合経験点がなんと 50% っていうデッキですね。やばいっす。いきましょう。今後試合経験点持ちの選手兼彼女とか出てくるのかな。さすがにぶっ壊れですね、それが出てきたら。はい。でルシファーの単独タックがこんな感じ。うん、まあ精神ポイント精神ボーナスがあるのでそこが結構入ってくるっていう感じですね、見た感じ。まあ、ただこれはラブパー狙う方がまだいいかな。来ない。でこれがガブリエルの共通イベントですね。お届けメッセンジャー、何のコツが欲しいかっていうとこで、上がラッキーボーイ、勝ち運ラッキーセブン。真ん中も同じか。で、じゃあ、ポイントが、臨床と精神が欲しいなら真ん中、筋力と臨床が欲しいなら上。じゃあ今回は交番に届ける方がいいか。で、下だとまあ確定でその、しっかりこの経験点が入ってくるみたいなんですが、コツがついてこないというところですね。はい。いい経験点ですね、共通イベント。しかも今回は精神ポイントと臨床ポイント足りてなかったんでよかったでしょう。 OK。 さあもうこんなもんルシファーが出てればルシファーを追っていく方がいいんですよね。なぜならこれカンパチの青骨を追うと次カンパチの守備が大きくなるんで、ここまでむしろルシファーが来なかったのが辛いけど、まあまあこっから。さあこれどれくらい来るんだろう。ルシファーポイントは36、ほぼ変わんないっすね。はい、ちょっと低くなるんですよね、本来であれば。まあそれが一番わかりやすいのが風薙とかですね。はい、風薙とかはちょっと低くなってるんですけど、まああそこほどは低くないと、骨イベントボーナスがもともと高いので、まあそういったところですね。で、これがルシファーのイベント。疲れる打天使。はい。これはですね、上で選球眼を取るか、真ん中で最大値を取るか。まあ、そんな感じでしょう。しかも上は回復があると。はい。この早い段階であれば、最大値取った方がいいかなっていう感じですね。あ、ただ、みやびのタックまで来れば結構美味しいな。これは行こうかな、58。いけると思うんで。ちょっと、みやびのタックは美味しい。行こう。で、さすがにチャンスメーカーぐらいは潰しましょうか。チャンスメーカーアシスト。ここだけ潰そう。OK。
まあ、今のはルシファーもいましたが、さすがにこのミヤビのタックが美味しかったので行きました。タックじゃなかったら行かないっす。あ、そうだ、今回からアウトコース、そうだそうだ、イベントで、あ、アップデートで追加されてるんですね。で、この2人にはコンボもありますよと。このコンボもね、どうやら経験点が良さそうなんですよ。上がめちゃめちゃ体力回復、真ん中が経験点、下がまあささやき破りのコツが美味しいっていう感じなんですけど、これはね、ここかな、基本ここですね。経験点すごい良さそうなんで、はい、ダブルシのコンボも悪くない。で、あとはもうルシファーの青コツがあれば必ず追っていくぐらいの気持ちでいきましょう。このタック強いな、ミヤビのほんとシングルタックは強いな。練習レベル1なんですけどね。これはまあ意外性を抑えに行こうか。てかまあ経験点もここはいいですしね、やる気落ちてもまあそんなにタックで稼ぐようなデッキでもないし、いいでしょう。これもみやびの練習効果アップが美味しいんで、その39にしようかな。で、ちょっとコツ押さえていいな。経験点結構入ってきているので、まあ、コツ1で軽いやつと、本当に軽いやつ、もともと。逆境はちょっと厳しいな、まだ。あ、これそうなんだ。あー、このパターンか。そうなの。いや、両方取らしてよ。このパターンなんだ、これ。あ、じゃあ、いらないよ、この追加、むしろ。このパターンなのか、これ。あ、そうなんだ。いらんよ、じゃあ。じゃあ、もう追加されなくてよかったよ。このパターンか。いらない特能がまた新しく追加されたな。両方取れないパターンか。ローとハイのパターンか。なるほど。まあ、そりゃそうか。ローボールとハイボールが、それが、外と内になっただけだから、そりゃそうか。そしたらその特能が追加されたことによってシラスでやったら余計パワーヒが来にくくなったしな。うわ、このアップデートでシラスが弱くなったとも言える。総経験点がいい方にする、それともまあポイントバランス的にまあ筋力ポイント欲しいな。あ、違う、ルシファー行こうと。そうか、ルシファーか。これだったらルシファー行っておきましょう。ルシファーのアーコツは無限に終えると。彼は能力が上がらないんで、被った場合は絶対こっちを、彼女か、こっちを追った方がいいですね。素晴らしいじゃん。じゃあルシファー追いまくればいいんだ。ただポイントがバラバラに入ってくるんですよね。ここで精神ポイントが入ってこないと。うん、まあ別にいいでしょ、そこは別にいいでしょ。やっぱルシファーいいや。これあの鳴海はあの同じ感じではあったんですけど、そのあれだったんですよね。はい、試合経験点は持ってないので、まあそんなに強いっていう感じではなかったんですけど、うん、試合経験点これで持ってればめっちゃ強いですね。で、クリスマス、まさかの技術精神だけ入ってくるっていうパターンですね。はい、本来の彼女であれば 48×4 でしょ、50、200ぐらいか。まあちょっとクリスマスの経験点少ないんすよね。まあデートの回復は多い、経験点せっちゃんよりは入ってくる、お届けメッセンジャー、まあまあ経験点ある。どうなんでしょうこの子、この彼女自体はどうなんだろうな。本当にエピローグまあ最後まで使ってみてですけどね。はい、なんとも言えない感じだわ。もうめっちゃ強いとまでは言えないですね。はい、まあ、バレンタインの最大値アップとか美味しいけど、いきましょう。41いける、オッケー、阿部ヒトロ。逆境ちょっと置いとこうかな。精神ポイントがちょっと厳しいな、それ取っちゃうと。まあ仕方ないな、アウトコース潰すか。あ、これルシファーがいいですわ。この2キャラクターどっちかというと今回手応えがあるのはルシファー。めっちゃいいわこれ。ルシファーのシラス野手が本当めっちゃいいですね。
投手で使っちゃうと能力がめっちゃ高いんで、お大吉ラッキー。しかもラッキーセブンのコツが来るよと大吉切ればね。連打で、これが金徳の骸骨でもあると。あ、ルシファーやばいわこれ。ルシファーシラスは新時代来たな。もう今後必須級だわこれ。ちょっと今回は本当に序盤ね、ルシファー来なかったのは辛かったんですけど、まあ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 、序盤来てくれればもっと、序盤はもう大体赤骨なんで余計伸びますよと。ただその後は結構来てるんで悪くないかなと思います。もう無限にルシファーを追っていこう。とにかくAI 経験点もしっかりあるし、まあ骨イベントボーナスがもともと高いがゆえにそんなには落ちてないっていうところですね。他のキャラクターと比べても入ってくるポイントがっていうところが悪くないところだと思います。まあ基礎ボーナスが精神っていうのはちょっと嫌だったんですけどね、僕の中では。うん、うん、これはタックでもありますし、こっち行きましょう。ミヤビがちょっと絡んでるだけですごいですね。31、うん、そろそろ逆境抑えましょう。ローボールも抑えようかな。ゲッツー崩しもブロックもムードももう取るか。でインコースアウトコース問題が生じちゃったのがもうなんか残念ですね。いやー、これルシファーめっちゃいいわ。ルシファーがいい。ガブリエルは、うん、そんなっていう感じだな。まあこれあんまりキャラクターのことをね、いいように言いすぎるだけも良くないなと思うんで、正直に言うと、おい、負けるんかい。F で。で、かつこうやってルシファーが投げてくれるっていうのがいいですね。選手能力超高いんで、試合が安定します。ガブリエルはちょっと今のところは僕は微妙な感覚ではあります。はい、わかんないけど、ちゃんと使い切らないと何とも言えないけど、んこいつって何依存だったっけ。成功してくれたけどまだ基礎値何も上がってないけど、補給依存ってマジかお前補給 G15 だぞ今回。やばいな、補給依存やばいなそれ。まあ回復がハマれば強いんだけどな、こういう回復系の彼女は。漏れなく回復がハマれば強いっていうのはあるけど、最大値アップ。ただ経験点が入ってこないんですよ。だから経験点があんま伸びないなとここまで使ってて思ってます。はい、もうルシファーの青骨をとにかく追っていこう。決めた。61厳しいか。シングルタック強いなー。まあただ精神練習いきましょうか。回復とまあ精神ポイントちょっと足りてないっていうところですね。いいね、青骨いっぱい終えてるんじゃないでしょうか。もう総合 C なんで。ちょっと筋力ポイントがない気がするので、そこを狙っていきたい。今回アレフトは完全にもうパワヒですね。それが欲しいと思って入れてます。赤骨でパワヒ。うん、ミヤビが被っていればいきましょう。もうダブルタックみたいなもんです。練習効果アップ 30% のおかげで。ここもミヤビが被ってればいってもいいんですけど、まあデートしましょうか。ガブガブガブ。これデート3回目ですかね。はい、上が彼女じゃなくなっちゃうと。で敏捷技術を取るのか筋力精神を取るのかっていうところ
ということで、どっちが欲しいんだ、筋力が欲しいのかな。筋力ポイントもらっておきますか。で、回復がしっかりあると。これも雅が被ってるからこっち行きたいけど、66まで上がんないな。じゃあこっちだな。46。よし。まあただ筋力練習は今回ダブルタックが見込めるので、どうなんだろう、こっから拾っていける可能性はあるけどな。で、ルシファーのイベント、ルシファーの能力、これが金徳イベントですね。続いていくのは下で、金徳はまあ基本は確定で、野手の場合は守備が高いほどアップか。なるほど。ただコツはくれますと必ず。タックの経験点が違いすぎるな。こっち行くか。ルシファーが出てるとはいえども、タックの経験点が違いすぎるな。いくつだっけ ?66。まあ、その辺はちょっと見ていきたいですね。抱かい潰すか。やっぱ、みやびのタックが強いんでね、必ずルシファーっていうわけではない。ただ今、ルシファー自身もタックなんで、ここで被るかっていう。だったら、分散させたいですね。分散させたいですけどね。青骨出ない時もあるんだから、そこに持ってこいやっていうね。45いけるんじゃないかな。で、それルシファーもいるんで、精神ポイント結構入ってくるでしょう。あ、やばい、45いけないこれ。いけた。よし、精神ポイントしっかり入ってくる。オッケー。使った精神ポイントを取り戻していく。気分や、もう。しゃあないか。おお、もう総合 B。やっぱ青骨いつもより置いてるんだ。ルシファー雅か、今、悩ましいな。やる気が落ちてなければ100いくんですけど、あとデートが、今回ね、回復系デートっていうのも難しいですね。これラブパーを狙うか。めっちゃ強いとこしか出てこない。45いけるでしょう。 OK。 絶対いつも以上に青骨が終えてる感触があるんで、気分やもう一回だけ我慢しよう。この練習試合は調子いいからこのまま行きたい。行きましょう。ルシファーはすごい。もうルシファーめっちゃ気に入った。シラスすごいハマってたんで、個人的にも。練習試合勝てないな今回。一回しか勝ってない。そう、試合経験ですごいデッキなんで、練習試合勝たないともったいない。それでも4795出てます。うわー、失敗。そう、あ、ちょ待って、今回まあローボール抑えたんですけど、いいですこれ。あの、他のコツが来るようにっていうところですね。まあハイを取らないといけないんで、もう一回取り直す必要があるんですけど、パワーヒとかが来ないので、まあこうやって潰していくっていうのは一個ありかなと思います。はい。ルシファー、まあ投手の方上がっていってっていう感じですね。これがいるんで試合は安定するかなと思ったんですけど、上がってってるよね投手の方は。あれから上がんないのか。上がるよな。待てよ、どっちだ。
67いけるんだったら行こう。よし、いける。気分屋さすがに抑えるか。また試合が辛くなりますけどね。パーヒ、あー、これは仕方ない。インとアウト、本当にいらない特能が追加されてしまいましたね。おー、パーヒナイス。そういう点ではプルヒも取ろうかななんて思うんですけど、どうしようか。金特イベント2回目。ちょっとルシファーの青骨が来ないけど、まあ他が追えるんでいいでしょう。パーヒはまだ来ていいな。ちょっとポイントが減ってきたんで一気に抑えるのやめます。走塁コツ4、ここで抑えたいですね。走塁はデート、あれガブってどうなんだ、能力は上がっ、あ、じゃあルシファーって能力は上がってるんですかね。最初から確認しとけばよかった。野手の方は上がってない、投手の方は上がってるのかな。まあでもあの能力で十分強いですけどね。普通に試合勝ってくれそうですけど、あの能力で。もう一回見とこう、ルシファー。こっから一切上がんないのかな、投手の方も。多分先発すると思うんで、マグロがよっぽど強くならない限り。これは小平引く方がポイント増えるよ。あ、走塁抑えてない。対左ナイス。しかも小平引いた。あ、でもルシの方が小平がまたここが上がらないっていう問題か。なるほどね、考えること多いですね。はい、ん、走塁、あ、コツ5になってる。あれか、コツ1で1回もらってるんですね。はい、あー、アウトコースの追加いらなかったなこれマジで。チャンスちょっと抑えらんないな。まだ守備結構上げてるよ。で、これはなんだ、チームプレイじゃないか、金徳が来るのは。これは OKOK、 コツ1、あ、金徳は必ずコツ1なんだけど、連打のコツが来るかと、あとは経験点が増えるかですね。はい、まあ、連打は今回もう先押さえてるんでいいとしても、あれですね、経験点が増えてるんでありがたいというところですね。じゃあ走塁は抑える必要ないし、チャンスも精神ポイントが辛い。パワヒは抑えようかな。インコースは仕方ない。広角来い、広角。初球87は厳しいな。まあデート終わらしとくか。うん、ちょっとシラスに合わないな。そしてガブリエルのデートは回復量多い。デートはほんとタックで稼ぐ高校が合うイメージがあるんだよな。うん、こっち1か。一応このガブリエルに関してもあれなのかな、何かしら依存があるのかな。ちょっと調べてみましょうか。まあ依存があったところで上げられないんですけど、この高校の場合は。見てみると、お、あった、野手はパワー依存。なるほど、パワー一番上がりにくいやつだ。あー、ルシファー、シラス、野手も今後必須だ絶対。ただ後イベって結構いてですね、シラスは。能見、雷、凪、この振袖雅、結構後イベは枠が、うん、
枠争いがかなり厳しいですよね。競争激しいところではあります。どうでしょう、これ結構悩ましいんですよね。雷とじゃあホムラ、じゃあ雷と能見どっちかは入れれますってなってて、どっちを取るんだろう。振袖みやび持ってないんで結構悩ましいですね、そこが。あ、マグロが先発してる。試合経験点すごいな。なるほど、後イベの競争は激しいけど、まあその中でも本当にかなりの候補になってくるこのルシファー。そして気分屋は本当に嫌いです。まあツーベース打っておけばいいでしょう。まあ、今回大吉も引けて、そのガブリエルが一体何ぞやっていうのはね、動画になったんでいいでしょう、これで。はい、ちょっとやっぱ何ちゃん見せられてるからな、彼女。ちょっと待って、2回絶不調か。何ちゃんと比べちゃうからな、どうしても最近の彼女は。あの経験点と比べられるとね、いろいろといろんな彼女が厳しくなっちゃうんだよ。 OK、 今後めっちゃ遊ぼう、ルシファーでめっちゃ遊ぼう。ルシファーいいね、ルシファー常に青骨。お、ささやき破り素晴らしい。で、ルシファーを追うと、あ、ルシファー上がってますね。やっぱ球速が10上がった。投手の方はやっぱ上がってますね。はい、野手の方が上がらないというところですね。で、もちろんチームメイトの肩と球速も上がっていると。やっぱ上がってますね。うん、こっちは上がるんだったら、まあそう悪くはない。普通にいいピッチャーとしてね、待機してもらって、まあ試合も安定すると。まあ野手の場合はあれですけどね、自ら操作できるんで、そんなにシラスだと怖いことはないと言おうと思ったら意外と怖いんで、やっぱりいいピッチャーがいればいる分だけいいでしょう。まあ、あとは練習試合ですね。まあ本当最初からめっちゃ強い能力なんで、落ちててもそういったところで、まあ最初の練習試合とかが勝ちやすくなる。で、今回は11月ぐらいまで青骨一切来なかったですけど、もう9月10月から青骨を追える。しかも青骨を追えば経験点がしっかり入ってくるんで、また違う青骨を呼べる。そこの循環が本当にハマった時の半端なさみたいなのは絶対あるキャラクターだと思いますね。うん、ただ、そうだな。ガブは連れてこないな。多分今後シラスには少なくとも。まあ、けど、コンボは強い。そうだな。コンボは強かったな、確かに。いいコンボはあるな。いいコンボはあるっていうところはちょっと悩みどころですが。まあ、ナギの方がいいかな。なので、まあ、サンバ、新島を連れてくる形とか、まあ、いろいろ試してみたいですね。はい。ただ、ガブリエルが一ついいのが、一緒に練習した時の体力消費量ダウンがあります。広角取るか分かんないんで、プルヒー取って他のコツが来るようにしましょうか。さすがに打てるでしょう。行きましょう。絶不調じゃなければ打てるでしょう。お待たせ、甲子園5番、0対0で迎える2回です。ということで、このガブリエルがめっちゃ強かったら PSR50 両方狙っていく価値はあるかなと思ったんですけど、
まあ、弱くはない。普通に強いと思うけど、やっぱナギ、シラスで特に使う場合、ナギと比べちゃうからな、どうしても。っていうところですね。なんでこいつ全然ストレート今日投げてこないんだ。次は5球目。来た。おりゃあ。嘘。ちょっとアウトコースだったからかな。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で白石。波動をここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。よしこれはいったろ。あれ今日入らない。なんでこんな入らないんだ。白石ヒット。パワーがそもそも低いか。シラスリードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で白石。高速スライダー決まってストライク。まずは1球見ました。投げました。これは入っただろう。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。やばい。危ない。シラス攻撃に入ります。この回の先頭バッターは。なぜチームがあんまり強くない。こんなに青骨を追っているのに。となります。ああ早かった。スタンドに入りました。ファール。第3球を投げました。サヨナラか。サヨナラ。オッケー。まあ試合経験点もマックスなのでよしでしょう。ちょっと回復が怖いんで、これメンタル練習に青骨来い。メンタル練習に青骨来い。おお渋。なんでそんな肩ばっかり上がるんだ。そこへ行けないじゃん。打撃系が上がんないと総合へ行かないぞ。はい、行きましょう。お待たせしました。シラス同点のチャンス。でこの間ちょっと視聴者さんにリプライをいただいたんですが、あの主人公の能力ももちろんあのチームのね総合力には関係してくるそうです。ただお知らせにしっかり読めば書いてあったみたいなんですが、あの基礎値の部分だけらしいんですよ。金徳は関係ないみたいなんで、あの自分の能力を上げてチームランクを上げようとする場合は、まあ金徳を今まで僕だが気迫ヘッドとか取ればね査定めっちゃ伸びるわなんて思ってたんですけど、そうじゃなくて逆に基礎値を伸ばした方が上がるよと、まあ、いうお話みたいですね。どうやら今日2本のホームランを放っている白石。もう関駅、ここは引っ張りに警戒します。投げました。アウトコース、ボール、わずかに外、カウントは2ボール。いいね、ちょっとルシファーを入れたガチのデッキ編成を考えよう。この白石における、まあもちろん他のいろんな高校でも使えると思いますけどね。変化球練習で普通にテーブルがいいのであればアヘヘンで使えますし、そう、私はアヘヘン大好きですから、そこでも使えるし。87いけるかな。いけるかな、ギリいける。オッケーオッケー、ナイス。うん、対左。よっしゃ、総合へ来た。ナイス。いいですね。ただ、分部引いちゃった。本当に苦手な高校。これ、気分屋ついてるとき、打てる気がしないんだが、もはや。ただ、ミートいっぱいあげたんで。しっかりタイミングだけ、あとは合わせていきましょう。決まってストライク。遅い。ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた。外角高め、シンカー外れてボール、カウントワンボールワンストライク。投げた。外角低め、うん、本当打ちにくいな。第4球を投げた。見送ってボール、カウントはツーボールツーストライク。集中、分部が一番集中マジで。投げた。うわ、騙された。シンカー真ん中だったのか。これでよし、満塁ナイス。満塁男持ってる。ツーアウト満塁という場面で白石。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げた。うわー入るのか。クソやばい。菅原いいピッチャーだな。第3球を投げました。ボール、カウントは1ボール2ストライクです。第4球は、うわーよし振らなかった。よく我慢した。そろそろストレート来るでしょう。第5球
投げました。きたー10球目ぐらいでようやくストレートきたー。さあ村上に変わった。こいつも変化量すごいな。これは打てない。このカーブは打てない。これストレートだ。よーし、よく待った。よし、もう一丁来い。これツーベースでいいんですけど、まさかの絶不調発動。ここまで全打点を叩き出しています。投げました。うん、今のカーブか。そこからツーベース。なんとかツーベース。カウントはツーボールワンストライク。見送ってボール。カウントはスリーボールワンストライクです。これは打てんわ。これは打てん。まあほぼほぼマックスなんで大丈夫です。これは打てませんぜ。まあそして総合 A ここでなってるんで、この週のね20点ずつもしっかり入ってくるし、よし OK。 やっぱルシファーいいっすね。80まで上がるのか。これちょい厳しいか。なるほど。小平何かしらコツくれてなければ、それをくれるだけでもいいんですけど、あるか、なんかコツ。ないわ。これは普通に良き感触を得ました。秋です。はい、で高級筆だは仕方ないと。手伸び丸ぐらいはつけたいな、多分。わかんない。まだわかんないですね。後にしましょうか。OK、行きましょう。あ、これ待てよ。情熱エール取れるか。やばいな。精神ポイント足りるかな。シラス同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で白石。分部からの1の接って一番集中しないといけないやつなんだこれ。投げた。よし、集中集中。ただ対左20丸も取ったよさっき。もうここはよく選びました。カウンター2ボール1ストライクです。投げた。シラスが唯一嫌なのはここの1の接ですね。本当に第5球投げた。フォアボールも結構投げますしね、こいつ。第6球をランナースタート。よっしゃ、よく打った。 OK。 4回の裏、シラス攻撃に入ります。先頭バッターは白石。投げた。どうだ、スクリュー合わせたぞ。おお、いいね。スクリュー打てた。 OK。 シラス追加点のチャンスを。ああ、よかった。ルシファーいいわ本当。これ人に勧めたくなるのはルシファーの方だ。まあもちろん45になって試合経験点つけば大きいですけど、ただただ青骨がいっぱい来るっていうだけでも強いんで、もう普通にあの確定の部分でルシファー引けた人は大ガッツポーズでいいと思います。はい、 OK。 なので SR ガチャ券とかある人は今使う方がいいんじゃないかな、無課金の人。こいつが強いんで。今回は総合 A ボーナスもあるし、うん、盆栽だとなかなかね総合 A 行かないイメージだったんですけど、野手それがいけるんで、でここでまたラッキーセブンのコツもちょっとくれるよと。はい、ただ高速レーザーか。9610。いやー出るねいいですね、すごい本当に。ルシファー最高だ。取るせっかくだったらっていう。祝福がでこんな経験点ですと。こっち自体これだったらまあまあまあでしょ。はい、まあセカンドなんですけど、ちょっとこれはベンチ要員かな、さすがに。
OK。 さすがにレーザービームやめました。うん、セカンドに取るのうんってなったんで、はい。いやー、本当に今回のサクセスをやって思ったのはこのルシファーが強い。シラスでルシファーめっちゃ使えると思います。もっと9月とか10月で出ればさらにねハマってくると思うんで、まあ今後は本当にルシファーはどんどんねデッキに入れていきたいなと、まあ思ったサクセスでしたね。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけでこの動画参考になりましたっていう方はぜひともグッドボタンね押していっていただければ嬉しいです。サクセス動画いつも楽しみですっていう方はぜひともチャンネル登録もお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。